ハン・バプティスト・フォン、エスター・ライヒは、オーストリア帝国の軍人、皇族、1848年革命期のドイツ、帝国失政。全米は、ヨハン・バプティスト・ヨーゼフ・ファビアン・ゼバスティアン。ヨハン・大公として知られる。アルプス王、シュタイヤー・マルクのプリンスとも呼ばれ、民衆からも慕われた。女帝マリア・テレジアの三男である、トスカーナ大公レオポルドとその日である、スペイン王女。 マリアルドビカの十三番目の子として、フィレンツェで生まれた。兄たちのうち皇帝となる、フランツ二世よりも、有能な軍人である、カール大公に親近感や憧れを抱いていたという。皇帝フランツ二世は、平凡な人物であり、有能なヨハンを疎んでいた。特に軍人向きではないヨハンを戦場へ送り出し、ヨハンは、多くの兵士を死なせたことに深く傷ついたという。また、 平民出身の兵士らと接触したことで、宮廷や貴族の生活を嫌うようになる。貴族社会よりも山岳を愛し、スイス出身の芸術家の影響でスイスに傾倒するが、やがて自国のチロル地方にも、同様に美しい風景があることに気づく。非常に活動的でまた庶民的な人柄であり、下やマルク州の農業、高工業、林業を繁栄へと導き、 その他にも学校や病院の開設を進めた。1809年のチロルドーランの檻には民衆の味方でもあった。1811年には自然科学の研究と技術教育を目的としたグラーツにヨアネウムを設立した。宮廷に精神的な居場所がなかったことや貴族の生活に疑問を抱いていたこともあり、長らく結婚することはなかったが、 1819年に、当時15歳の平民の娘アンナプロフフルと、トプリッツコハンデ偶然出会い、清楚な彼女に魅了された。次に会った時から交際を、はじめ、彼女を真剣に愛するようになる。1822年に病に陥った時、アンナの存在の大きさを痛感し、結婚を決意。疎遠であった皇帝フランツ2世に面会し、一度は結婚許可を得るが、 非戦結婚であるため皇族、貴族等が猛反発し、最終的に、当面話題にしないことを約束した。その後ブラント豊富の館で、家政婦という名目のアンナと生活を共にする。1829年2月、皇帝からの正式な許可が下り、身分差と22歳の年齢差を超えて結婚した。子宝にはなかなか恵まれず、自身の年齢のこともあり半ば諦めていたが、 1839年に男児フランツが誕生した。大公は一人息子にふさわしい爵位と地位を願い、メッテルニヒとの折衝を重ね、フランツはメラン伯爵の称号及び国家からの贈与金を得ることとなる。なお、この交渉の成功の背景には、将来的にメッテルニヒが窮地に陥った時に、ヨハンに助力を求めたいという打算があったともされる。この時代に、 活発化した産業教育や社会福祉の延大な尖閣者として広く知られ民衆から慕われた。山登りで鍛えた建脚もありおむね健康であったが、太公の加齢につれ、アンナが領地の管理を引き受けるようになった。1859年、太公は77歳で死去した。大いにあたるフランツ・ヨーゼフ一世やエリーザベと皇后らもその死を惜しんだという。 アンナも1885年に死去し、南チロルのシェーナに二人揃って埋葬されている。太公の死後、地元の人たちが太公を忍んでいつともなく、歌い出したと言われている歌に、ヨハン太公のヨーデルがある。この歌は日本においても大変有名で、この歌が入っているかどうかで、レコードの売れ行きが全く違ったほどである。ありがとうございます。